はい、こんにちは、ビッグボーイです。そろそろ、ゴーストの方も、プレステージ2周目に突入しようとしてるんですが、今までのコールオブデューティシリーズにやっていた僕のやつと比べれ、くば、噛みすぎ、比べれば、そんなにプレイしていない方じゃないかと思われますがじゃねえや。まあいいや、はい、やっていこう。モダンウォーフェア3の時に、このセミオートのあの MK なんとかって武器が好きだったので、この 喉がね、ちょっと調子が悪いんだけど、さあこの IA なんとかっていうマークスマンライフルを使っていきますっていうことで、一発の銃弾のダメージがすごくでかいんだけど、こいつはこんな風に。さあ、敵はおらへんか。こちらにいないと。お、お。そっちか。よし。二人いる。さあ、それサットコム。逃がした。顔出せ。よし。さあ、こちらにね、構えてる人がね。敵のサット、もう一人いる。うん、一発当ててナイフを出していくスタイル。よし。レンコンが欲しい。よし。とりあえず、おわ、勝った、助かった。犬つえ。さあ、敵が何人か集中している。はい、こんにちは。はい、もう一人、こんにちは。はい、もう一人、ダメだった。犬が強い。死んでしまった。ちょっとマニアックワンチャンあった気がしたんだけどな。死んでると。こいつ強い、マジ。救援物資待機中。あ、間違った、間違った、間違った、やべ。うわっ。まあ、いや、敵をね、あれで呼び寄せてね、袋だときにしようじゃねえかと。できないか、つか UAV か。うわっ。さあ、救援物資の方に人が、うっ、やばい。これ強すぎるでしょ、この地雷。どう頑張っても反応して後ろに下がるとか、反射神経皆無な俺には無理なんだけど。さあ、敵がいない。よし、危ねえ。あ、一人いた。で、このマークスマンライフル非常に使いやすい、やっぱり。MK14 もね、結構強かった記憶があるんだけど、あの、モダンウォーフェア3のミッションってステージでよく使ってたかな？ミッションだっけ？ミッションってステージだったっけ？おお。ミッションってステージだったっけ？え、なんだかんだ言ってモダンウォーフェア3ね、10周もしてたか。自慢じゃないけど、自慢じゃないよ。自慢じゃないけど。10周もプレイしてた。今考えたらよくあれ10周もプレイしてたな。さあ、もう
人いない。来るか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 来ない。うわっ、うまい。あ、あ、よっこらしょ。地雷ないね、地雷。おお、滑ってきた。さあちょっと負けてるけど、マークスマンライフルさえあればなんとかなるんじゃねえの。やばい、うお、そっちにもいた。ね、モリゾスーツが欲しいんだけどね。クロムバレルのスナイパーで800キルぐらいするとか無理ゲーすぎる。これいるでしょ、上。そこにいたか。そろそろこちらから顔を出しそうな気がするんだけど、あ待ってた。待つとはけしからんぞ。待つのはけしからんぞ。うん。え？ああ。ちょっとね、ヘッドホンの音質が割といいもんだから、地雷がすぐそこにあるように聞こえちゃうんだけど。あれ、やはりリスポーンしたばかりじゃないの、今の。いいのか、今の。設置と、ナイフ。ああ。こっちから来るでしょう。よし、いたな今。よし、お、あ、これなんかいろいろ吹っ飛んでくんだっけ。待て待て待て。よし、サットコムさんはここに置いてと。ちょっと。あ、あれ？敵じゃん、あれ。あー、やばい、役に立ってね。5キルを巻き返せるだろうか。危ない。うわっ、うまい。なんか森蔵スーツを着てる人はなんかみんなうまいように見えるんだけど。あっ、エイムが安定しないな。はい、というわけで、まあ負けちゃったけど、この IA02 だっけが使いやすくて強いということを見せつけようとした動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。